彩と原古墳群は、宮崎県彩都市三宅、道島丸、右松にある古墳群。国の特別史跡に指定されている。標高70メートルほどの鉱石層の大地上に分布する日本最大級の古墳群である。第81号墳を現状最古として、4世紀初頭から7世紀前半にかけての築造と推定されている。現在、 高塚墳319基が現存し、その内訳は、前方後円墳31基、方墳2基、円墳286基であるが、他に横穴墓が10基、南九州特有の地下式横穴墓が12基、確認されている。1912年から1917年にかけて、日本で、初めて本格的学術調査が行われた地としても、有名である。 調査は1912年12月25日から翌1913年1月6日に、第1次調査、同年5月に、第2次調査、1914年8月に、第3次調査、1915年1月に第4次調査、1916年1月に、第5次調査、同年12月から翌1917年1月に、 第6次調査が実施された。1914年、出土品を収蔵するため、宮崎県立史跡研究所が設立された。同研究所は後に市に移管され、1952年に博物館法指定を受けた西都市立博物館となった時期を経て、現在は再び県立のサイト、現行古博物館として出土品の保管と展示を行っている。 1934年に国の史跡に、1952年に国の特別史跡に指定され、1966年から1968年にかけて、不動機農家第一号として整備が進められた。サイト原古墳群は、地形的に、サイト現代地上と、サイト現代地と、主街地との間に位置する、中間大地上の2地域に区分でき、 その中でさらに11の集団、あるいは10から13の死軍に分けることができる。詳細は、男狭母塚古墳、女京保塚古墳を参照。男狭母塚は、日本最大のホタテ海家立会古墳。女狭母塚は、九州最大の前方公園墳。共に、宮内町両母参講地であり、特別史跡の指定範囲には含まれない。姫塚は、 第一集団の生誕に位置する前方公園墳で、墳長50.2メートル、前方部幅30.8メートル、前方部高さ5.25メートル、公園部径28.4メートル、公園部高さ6.0メートルを測る。その形状の美しさから、姫塚と呼ばれ、周囲には修光が巡らされている。確認された埋葬主体は、木管自家層である。 大正時代に発掘された30基のうちの一つで、地下塔3本、トース1本、末木9個、ガラス製、小玉、水晶製、切り小玉などが出土した。前方部の発達具合や大正年間の発掘の、際の出土品から、築造年代は6世紀初頭と考えられている。鬼の岩屋古墳期の岩屋古墳は、蔡と玄古墳群内で唯一、埋葬施設に、 横穴式石室を採用している古墳である。鬼が一世で作り上げたとする伝説が残ることが名の由来となっている。石室入り口付近に生えていたクスノキにより、石室崩壊の危機にあったため、解体修復作業が行われ、その際同時に発掘調査が実施された。石室内の水を排出するための暗渠の存在や、 土類が完全に古墳を一周していたこと、水槽が行われていたことなどが明らかとなった。古墳の周囲に土類を巡らしているのは中華、人民共和国、朝鮮半島ではよく見られるが、国内では、石舞台古墳が類似するのみで、関係が注目される。13号墳、35号墳、56号墳、72号墳、81号墳、1 0号墳、 169号分、175分1 7十号分、171号分、173号分、265号分、ハニ小コモ東京国立博物館展示。羽庭船東京国立博物館展示。サイト原稿古博物館。ありがとうございます。